これがあったら最強丸々丸力を使ってパチンコで勝つ方法。パチンコで日本一周に帰って世界一周一回目した私からはパチンコで楽しくぬくぬく一覧を買っていく方法初心者中級者向けとお伝えするチャンネルです。はい、どうも、カラブです。今日はこれがあったら最強丸々丸力を使ってパチンコで勝つ方法というのをお伝えしたいと思います。はい、今日の動画なんですけど、僕がパチンコの口座系動画を上げるようになってから、実はもう最初の方からね、上げようと決めていた内容の動画です。はい、まあ、僕の今日発信する内容はね、まあ、今まで僕も生きてきた中ですごい感じるんですけど、僕は少数派でおそらくそれは違うよと、思う方がたくさんいらっしゃると思います。はい、まあ、上等です。はい、ただね、僕はまあこれを使って、まあ、パチンコもそうですけど、まあ、なんていうんですかね、人生も楽しくなってきた、自分自身は、すごい楽しくなってきたと、はい、そういう風に思ってますので、僕は信じていますので、はい、これを伝えてきたらなと思います。はい、ということで今日はね、最初に結論を言って、最後にねアクションプランをお伝えしたいと思いますので、最後までご覧いただけたらと思います。はい、というわけで今日の結論からいきたいと思います。今日の結論、丸々丸力とは、これ丸々丸力なんだと思いますか。はい、まあ釘を読む釘読み力なのか、まあいくら勝とうが負けようがもう一切気持ちがぶれないメンタル力なのか、はい、あとまあ何ですか、すごい早く計算する期待値を出す計算力なのか、はい、なんだと思いますか。はい、まあ人生を楽しくなったら言うといて、まあ、釘読み力なわけではないですよね。はい、まあ個人的な意見なんですけど書きますね。はい、何か巻き込み力ですね。はい、僕はまあこれを使って、まあ、パチンコでも勝っていく、そしてまあ人生もすごい楽しくなってきたよと、はい、そういう発信をしていきたいんですけど、これ巻き込み力何かというとですね、まあ、自分自身を応援してくれる、まあ、ファンっていうんですかね、ファンっていうか友人っていうのか分かんないんですけど、はい、をたくさん作っていこうと、はい、いうことです。はい、僕はこれをとにかくやってやって生きてきました。はい、ということでですね、まあ、巻き込み力を使って僕はどういう実績を一応上げてきたのかというお話をしたいんですけど、はい、まずね、渡辺コメディスクール、まあ僕お笑いの養成所に通ってたんですけど、お笑いのその渡辺コメディスクールでは毎月平日のライブと休日のライブが1回ずつ行われてたんですよね。はい、で多くの芸人はお客さんをね、まあ一人も呼べないっていう人がね結構いるんですよね。はい、ただ僕は毎月のライブに、まあ、平日30人、休日40人は自分のねお客さんを呼びました。はい、で全然正直ね話題取れなくて、まあ、滑り倒したんですよね。はい、滑り倒したんですけど、僕がお客さんを呼びすぎるから、僕とか、まあ、個人でやったり、まあ、ピンでやったり、コンビでやったりしたんですけど、基本的にいつも上位3位ぐらいには行ってたと、はい、そういう風になりました。はい、でまあまあいい反面ね、いい反面もありますけど、ただ生徒からの顰蹙はすごい買って、あいつおかしいだろと全然笑い起きてねえの、なんで毎回サインとか入ってんだよと、で上位ステージとかもう軽く言ってたんで、はい、買って、ああそうかみたいになって、渡辺コメディスクールの先生マイナス表みたいなルールができたんですね、僕の代。今もそのルールあるのかは知らないですけど、はい、先生マイナス表っていうのができましたね。はい、でまあそれでもさらに上位に行ったと、さらに人呼んでやろうみたいな、お客さん呼んでやろうみたいな、はい、上位に行ってたということがあります。はい、であと渡辺コメディスクール卒業して、僕は不動産屋さんに入社しました。はい、その不動産屋さんは何ですかね、会社から基本的にはお客さんを振ってもらえないんですよ。はい、もう全員、まあ、自分の人以外は全員が個人事業主。はい、で自分自身でお客さんを見つけて、お部屋を紹介して売り上げを上げなきゃいけないと、はい、そういう会社でした。はい、で僕はねずっと、まあ、パチンコしかしてなかったので、正直、まあ、大学も卒業してますけど、大学の時もアルバイトとかほぼしてないし、パチンコしてれば勝てるって稼げるって思って
もうすぐ辞めたんで、はい、社会人歴は全然ないと、はい、住民票って何ですかというぐらい、はい、住民票何ですか、 1GK って何ですか、レーザーディスク神ですかみたいな、はい、もう全然社会人歴もなく本当にもう知識がないやばい状態だったんですけど、僕はまあお客さんの紹介がまあほぼ途切れることはなく、自分が仕事は全然できないのに、実力がないのに、もうこの巻き込み力を使って、まあ、いろんな人が友達になるので、はい、で不動産屋の売り上げで、まあ、賃貸中心だったんですけど、大体3位、年の売り上げ3位以内とかには入ってましたね。はい、で、スッキリって番組で、まあ、それはバイバイでしたけど、大の字の大地さんの家を紹介したりとか、はい、雑誌で、ここのマンションはこうですみたいなね、はい、紹介をしてたりとか、そういうこともしてました。はい、という感じでね、まあ、不動産屋さん入社して働いたんですけど、僕2年目の時に自分自身の誕生日にね、誕生日会を開きました。はい、まあ仕事は全然できなかったんですけど、はい、それできなかったし、今までパチンコしかほぼしてなかったんですけど、はい、それでも、まあ、自分もまあ、なんすか、応援したいというか、面白そうだなみたいな感じで思ってくれて、150人ぐらいの人がね、はい、来てくれましたね。はい。とか、あとはまあ、もう一回ね、お笑いをやろうと、はい、いうふうに決めて、まあ、不動産屋さんと並行してね、まあ、不動産屋さんは完全個人事業主なので、まあ、基本的に自由なんですよね。いくら仕事しようが、しまいが、出勤時も会社、何時に帰んなきゃいけないとかもないですし、はい、もう一回お笑いをやりました。はい、で、お笑いの僕の組んだ相方も結構まあ、なんですかね、ぶっ飛んだみたいな考えの人で、まあ、ポジティブ居酒屋というね、新宿にある世界初のポジティブ居酒屋っていうのをやってるんですけど、まあ、すごい前向きなんですよね。はい、もうその年で、M1 で優勝しようと、はい、僕らは掲げたんですよ、目標を。掲げて、M1 で優勝しますと。そのために単独ライブを毎月やりますというふうに掲げてやってきました。はい、で、まあお客さんを呼んでライブをするんですけど、まあ、最後の M1 の1回戦の前は、新宿のね、でかい、結構有名なね、コンサートが行われるでかい箱を貸し切って、150人ぐらいで単独ライブをやったと。これネタを5本かな ?5 本から6本作って。なんですかね、今ね、和牛さんみたいなね、いう風なスタイルでね、かっこよく言って、まあ、フリーでアマチュアなんですけど、はい、やったというわけですね。はい、まあ、当然優勝できなかったんですけど、はい、一応まあ2回戦もできましたね。2回戦、まあ、あれですよ、でも一応アマチュアで行くのは確か 8% とかなんですよ。はい、まあ、そんな感じでした。はい。で、まあ、それも終わって、まあ、パチマガのね、旅打ち企画に僕は応募したんですよ。うん。まあ、本当は旅打ち、僕一定の皆さんご存知かもしれないですけど、本当はパチマガという雑誌のもとで行く予定だったんですね。それでときめいて申し込みして行ったんですけど、まあ僕はね、最終のところまで行ったんですよ。でも本当ね、合格って言われて、ほぼ言うのもうはっきりとなんですけど、ほぼ言われてたレベルだったんですよね。はい、まあ、いろんなことを重ねて僕は自分から辞退したんですけど、はい、でその時に人気投票があったんですけど、人気投票で僕は 95% 以上は、おそらくですよ、これ公表されてないんですけど、人気投票の 95% 以上はおそらく僕に入ったと思います。なんかあまりにも結果が不自然すぎて公表しないって言われたんですけど、はい、おそらく人気投票は僕は 95% 以上は僕でした。はい、なぜかというと、僕は直接友人に800人以上にパチンコの旅を知ってきますと、はい、で投票してくださいというのをお願いを直接も800人以上ぐらいにお願いしたんで、もう不自然だけで僕に投票が入ってての結果だと思います。はい、まあね、はい、ちょっと前置きが長くなりましたけど、まあ、そんな感じで僕はね、この巻き込み力っていうのをね、使って生きてきたんですよ。はい、使って生きてきたかというよりは、あまりにも能力が低すぎるので、はい、ね、だからもう巻き込み力を使わざる得ないんですよ、生きていくためにね。はい、使わざる得なくて、この巻き込み力を使って生きてきたと、はい、というわけです。はい、ただまあね、今までね、そのパチマガっていう雑誌には不平等だから、
オープン公開しませんよとか、お笑い養成所行った時は全然お笑い取れてないじゃん、先生前田師匠がつけますよつけましょうみたいなね、はい、決してまあポジティブなことばかりではなかったんですよね、はい、ただまあこれでそれも実力のうちだよと、はい、認めてくれる人もいます、はい、僕はもうそうするしかないんですよね、はい、はい、ということでね、まあ、実績の話は今日長くなっちゃったんですけど、まあ、バック魅力を使うとこういうことができましたよというお話をしました、はい、じゃあパチンコにおいて巻き込み力を使うとどうなるのかっていうお話をしていきたいと思います。もう究極、究極ですよ。究極こうなるというお話ですね。もう僕、まあまあいいや、めくりましょう。はい、めくります。はい、いきます。各辺の台を譲ってもらえる、高い設定の台を譲ってもらえる、出来台や回転数のシェアができる、テンポの情報を教えてもらえる、台の攻略法を教えてもらえると、はい、いうことを挙げました。はい、ということで、まあ、一つずつ解析していきたいと思います。はい。まあ、各辺の台を譲ってもらう、まあ、これが究極ですよね、はい、あのもうね、まあ、僕2年に1回ぐらいしか譲って各辺の時短込みでね、はい、譲ってもらったことないですけど、人生でも多分7、8回ぐらいですね、わかんないですけど、はい、もうこれをしてもらえるですよね、多分最強、これ僕が目指すべきここですよ、正直もうパチンコ行って各辺ができたんで各辺打ってくださいと、はい、それでも打って勝つみたいなね、これが究極ですよね、はいはい、みたいなことがあったら最高、最高ですね、はい、で次、高い設定の台を譲ってもらう、はい、まあ、今でも、まあ、スロット始めて僕は半年ぐらいなんですけど、はい、月に 1,2 回ぐらいは、まあ、5、6を譲ってもらえてますね、はいはい、ただ僕もね、まだまだですから、まだまだ巻き込み力もっともっとつけていかなきゃなっていう人間ですから、はい、究極はもう毎日、あ、設定5、6、僕が使いました、はい、譲ります、打ってください、あ、確変できました、はい、打ってください、これがもう最高ですね、僕もまだまだもう完璧ではないですから、当然、はい、これがまあ究極だということです、はい、で歴代や回転数の視野、まあ、これはね、まあ巻き込み力でね、結構ね、いろんな人と仲良くなるんですよね、はい、で、まあ、ご飯食べに行ったりとか、あそこの店のこの台行ったんですけど、回転数これぐらいでこれぐらいでこれぐらいです、あそこの台はいいですよみたいなね、シェアをたくさんいただくことができます、もう行く結構地域の先々で結構シェアしてもらったりしてますね、はい、そんな感じです、はい、店舗の情報、これはほんとたくさんいただきますね、もうやっぱりね、パチンコの旅打ちして全く知らない地域行くと、まあ、ネットの情報とかは結構当てにならないので、もうその地元に強いプロの人とかから教えてもらうしかないですよね、うん、でいろんな情報もらいました、特に一番最初に僕はね、埼玉に行ったんですけど、埼玉はまあ基本的に投下が OK の地域なので状況がもう厳しかったですね、はい、でその時に、まあ、初代のパチマカの旅打ち人のね、原大工さん、原大工さんがここの店はまあ行っといた方がいいよという情報をくれたんですよね、僕に、はい、あ、そうなんですね、原大工さんありがとうございますということで行って、もうそこしかないなと、もうだからもうね、結構ホールチェックもしましたけど、もうそこでいいと、はい、いうようなレベルのお店に出会いました、はい、だからもうね、その店舗の情報とか教えてもらうっていうのはすごい貴重ですね、はいはい、で台の攻略法、はい、まあね、まだ表に出てないような情報とかが結構、もらえたりとかするんですよ、はい、まあちょっとね、まあ、何機種か思いつきましたけど、まあちょっとそれをちょっとシェアするのは今日はちょっと伏せさせていただきたいと思うんですけど、はい、そういうのも情報が入ってきたりしますよというわけです、はい、よろしいでしょうか、はい、ということでね、最後に僕が巻き込み力を作るためにどうやってきたのかというアクションプランをご紹介したいと思います、はい、まあね、このね、巻き込み力ね、そんなの不必要だと、一人で生きていくべきだと、まあ、僕もたくさんそういう風に言われてきたので、はい、そう思う人はまあね、ここで見るのやめていただいて、はい、で、まあね、あ、その巻き込み力っていう考えもありだなと、はい、いいんじゃん、僕もやりたいなと思っていただけた方は、最後まで見ていただけたらと思います。
はい、ということでめくっていきます。はい、アクションプラン。僕がまあこうして、巻き込み力をつけてきたという紹介をしていきたいと思います。まあ一個ずついきましょうかね。はい、まず SNS で自分の夢を発信するということなんですよ。はい、不動産屋さんに入った時に不動産で損する人をなくしたい、こういう実態があるんだ。不動産業界は騙されやすい業界なんだ、僕は知ってしまったと。はい、だからそういう人自分の周りだけでも一人でもいいから救っていきたいんだと発信をしたんですよね。はい、ひたすらしました。まあ日常の楽しいことも含めてですけど、はい、しました。はい、 M1 で優勝します。はい、僕はお笑いをとっては今まで優勝したいんですと、はい、いうことを発信しました。多くの人が応援してくれました。はい、パチンコで日本一周を個人で行くことにしましたと、はい、発信しました。多くの人が応援してくれて、いろんな人と出会って僕はすごい楽しく生きています。はい、 SNS で自分の夢を発信すると、はい、どのジャンルでもいいと思うんですよ。はい、応援してくれる人がいます。はい、次、ダメな自分をさらけ出す。はい、まあプライドの高い方が多いですね。はい、もうね、自分は仕事できない、もう本当皆さん なしでは僕は生きててないんですよ、全然力ないですよというのを言うんですよね。はい、僕スロット全然できないですよ。はい、目押し半年やってて未だにもうしっかりとはできてないです。4割ぐらいしかできてないです。はい、凱旋2揃ってんのになんでこれ当たらないんですかみたいなダメダメな自分をねさらけ出してます。はい、普段の生活でもね。はい、それを見て、まあ、応援したいなと思ってくれる人もいるんですよね。はい、不動産屋さんの時もそうでしたよね。はい、全然仕事できないでもなんか楽しくやってるなこいつみたいな、何なんだこいつみたいなんで、はい、そんな感じで自分ダメな自分でもさらけ出していこうよと、はい、そういうことです。はい、で、次、興味ないよりは嫌われるを選択してガンガン絡んでいくと。はい、僕はもうね、興味ないで終わられるよりは、嫌われるを選択してます。はい、YouTube 投稿してバッド評価ついてる、興奮します。ありがたいです。はい、全くなしよりもバッド評価もらった方がありがたいんですよ。あ、見てくれてんだなと見た上でこのとこダメじゃねえかって評価してくれるのが僕はありがたいですよ。はいね、で、まあ、不動産の仕事してる時も結構なんですかね、電車ですごいなんか金持ち風な幸せそうな、男性がいたんですよね。はい、で、何されてるんですかって話しかけていって、そっから仲良くなって、賃貸仲介の100万円の案件につながったと。はい、売上100万円以上ですね。はい、つながったりとか、はい、なんかすごいなんか6人ぐらいの若者がなんかホームレスみたいな、やばい仲いいじゃない。すごいなんか、ね、格好してる人たちがいて、まあ、君たち何やってんのって話しかけて仲良くなって、まあね、まあ、ちなみになんか富士山から東京ディズニーランドまで無一文で登ってんだみたいなね、人たちだったんですけど、はい、仲良くなってそこから売買の案件につながってそこからまたさらに紹介が生んでみたいな連鎖が生まれたりとか、しました。まあ、もう僕は嫌われてもいいと思ってるんですね。はい、自分を知ってもらえるだけでね、はい、それを選択したということです。はい、次、小さい約束を実行する。これが結構できないことですね。口約束で言ったことをできない。はい、僕例えばなんか話とか聞いて、あ、そうなんですね、その本読ませてもらいますとか言った時はもうね、すぐ Amazon で注文して買って、あ、次の日ぐらいに、あ、読みました、こうでした、こうでしたみたいなね、はい、約束をもうしていくことで信用が生まれるんですよね。はい、その積み重ねです。それを僕はやりました。はい、で、最後、間違いでもいいから一番に動くということですね。はい、セミナー行って質問ありますかって言っても、300人言うか500人言うか僕は真っ先に言ってあります。で、見当違いなことを言ったりもします。はい、あえてね、あえて、まあ、あえてもあるし、まあ、本当に バカだから見当違いっていうことを言ってるのもありますけど、はい、それでも場が和むんですよ。もう で印象に残ります。もう2番目以降行った人はもうね、印象残ってないですよ、どんないい質問したとしても。はい、それで飲み会とか行った時に、ああ、一番最初に質問してくれた人はね、君なんですね、感じでね、印象に残るんですよね。はい、だから会社とかのレポート提出とかも僕は真っ先にやりました。はい、もう本当に間違いだらけですけど、でもこいつはもうまあ一番にやる男っていう印象はつくんですよね。はい、仕事ができないからね、仕事ができないから真っ先に動くしかないんですよ。
はい、ということを、まあ、使って僕は巻き込み力っていうのを作りました、はい、でこれも、まあ、全然まだまだですよ。もう究極は言いましたけど、もう確変の台を譲ってもらう、高い設定の台を譲ってもらう、それだけで生きていく、はい、これが究極ですから、はい、ただこの巻き込み力を使って僕はパチンコでも勝っていくぞと、ああいうふうに思います。はい。今日の動画参考になってくれる方がいたら嬉しいです。はい。はい。なんかご意見などコメントなどぜひしていただけたらとてもありがたいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。